もうじゃあ公文とか文法は大丈夫です。もう見てください。もう9月です。数学だよ。一番問題の数学はどうなったの？構成の問題と戦えるのか戦えないのか。レーダー今どうやってやってるんですか？その勉強は。その自分のことです。自分のことなんです。ザ・ルイルズ、はいはいはい、の1、はい、1は簡単じゃない？1は簡単でした。すごい全部できるからルール1は簡単すぎじゃん。あなたにとって協定のこの点数取ってる人にとってルール1は簡単すぎだよ。そうだから嬉しくて、嬉しくてレベルが低い。だってこれマーチレベルいってないで、うん、あその本、そう、あなるほど、そうでしょうね。そりゃそうだ何やるルールズだったら2、うん、2ポラリスだったら1、ポラリスだったら1、はい、ポラリス1の方がルールズ1より難しい。まず立ち読みしてどっちがいいかなレベル的に。まあポラリス3とかだとめっちゃ難しくなるし、うん、あれ数字最初から全部やればいいってもんじゃないんですね。え、何？あれ123と言ったら1から1、ああそういうもんじゃないです。ただ自分のレベルに合わせてください。もうだから公文とか文法は大丈夫ってことですか？やりました。文法は公文は肘って、はいはい、どっかに食べないとこう肘入れるじゃん、うん、で文法はポラリス1をやってからネクストステージ。あーはーはー、なるほど。まあ解説はポラリスとかね詳しい。あでもそうです、だから最初それやってでその後、なるほど、はいはいはい、そういう感じですね。まあ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 、でネクステはしては文法のところはやったんですけど、はいはいはい、なんかその後ろのこれいるのってやつあるじゃないですか。これいるのってどのこと？発悪とかいらない？発音とかなんか対話表現的な、はい、あるね。あれってどうなの？受けるところによるんじゃないですか？過去問とかを見てみて、そういうことだったらそれをやればいい。そういうことです。過去問見てください。もうそろそろもう9月です。でもルールズ1で喜んじゃダメです。あれそう、なんか間違いないです。間違いないですよ。簡単なんですよ。でも過去問見て、もうどこを受けるか決めないと、出題形式決められないというか、出題形式どれ勉強しなきゃいけないか決まって。で、ちょっと小論文ってどうしたらいいんですか？小論文対策やってください、ちゃんと。またどうせあの、ヒラシを呼ぶから。スポカは特殊だから、うん、普通の小論文じゃないから。でもなんか過去問見て。そうそう、普通の小論文じゃないから、スポカはスポカの勉強しなきゃ。だってもう苦労してたもん、坂上も。召集。で、数学だよ。一番問題の数学はどうなったんですか、今。僕は構成だけ過去問買ったんですよ、はいはい、とりあえず基礎問題成功はやって、うんうん、終わった。そうです。 1A2B で教典の数学よりは私立の数学の方ができる気がするんですよ。ああそうなん。どうなん、教典ってみんなどれぐらいからがっつりやるんですか？いやまあ難しいとかそのさ共通テストって分かんないの。昔はねセンター試験の頃は普通にバーンってやってたけど、共通テスト読み物になってるから読まなきゃいけないわけでいっぱい、うん、それがもう面倒いってなってるから人によってバラバラだと思いますね、うん、読解問題みたいな感じだからそれが嫌だったらしいです。グラフ全部間違って、なんか読み取りみたいなやつ全部間違えましたもう賢さも出ますから。もうあなた国語できるはずだからできないと困る。読み合わせだから、はい、ということで、じゃあそれ終わって、うん、今次第の過去問に入るってことですか？次第の過去問といって、うん、青いチャット持ってたんですよ、はい、はいはい青茶ね。で分かんなかった時になんか青いチャット見たら、うん、似たのを大体あるんですよ、ね、はいはいはい、っていう感じです。じゃあもう数学は伸びてますか？でも分かんない。そういう時のために申しがあるんですけど、はい、次とりあえず次協定も記述もあるんですか？記述もしじゃないですか、はい、私立とかのマークの、はい、もちろんで記述ってマークのとこだけだとしても受けた方がいいものなんですか？まあそうじゃない。そうなんですか。まあ一応その実力見るために行った方が一応はねっていう感じ。まあ難しいね。昔みたいに選択肢がいっぱいないんで、模試にもう人口が減っちゃってるから模試も統合されまくっちゃってるんで、それは難しいです。やっぱそういうのがないとどこを自分がこう向かってるのか分かんなかったりするんで。ただまあ過去問は丁寧にもうやり始めてほしいですね。丁寧に、はい、英語もですか？過去そうです、はい、うやってください。その法制の問題と戦えのか戦えないのか。法制のパラッと長いなとは思います。法制って読解だからね。うん、読解の中に文法問題があるわ。文法だけ単体とかはないので、その全然協定よりむずい、ね、法制舐めてる人多いですけど、法制の英語は難しいんです、うん、はい、もちろん早期に比べたら簡単ですけど、ということです。で、まあ、もちろん青学とかもあったんで、明治とか、うん、形式が全然違うから、うん、じゃあちゃんと全部買った方がいいんですね、さっさと。うん、まあそうね、だから早く決めることですね、志望を、はい、志望を。国語です、はい、どうすんの際。どうすんの際。そうだよ、だって漢文いらなきゃいけないってさ。買いました漢文の、はい、早覚え、はいはい、速読法、はい、をやってる。素晴らしい。
手を出しましたダメみたいな言い方で、まあ、漢文は一番簡単な科目ではあるので、うん、覚えることが少ないのでやってみてどうですか。あでも古文より読み物感がない。読み物感がない短いからってこと、それともストーリー的にってこと。え、なんだろう。え、なんだろう。まあでも多分短いからですよね。短いだって短い普通ね。あ、まあもう、うん、違う、そんな感想じゃない、できてるのかどうか。え、覚えてる段階覚えてる段階でまだで、ね、だから次の協定もしってことで、え、スポカでその協定で国語いるわけでしょ。だからまあ協定の漢文なんで、まあできてくれなきゃなって感じ。協定のはそんなってことですか。そうそう、協定は漢文が優しくて国語が難しいっていうのが、うん、まあ、これが昔のセンター試験からのずっと続いてるやつなんで、だって坂上だってほんと数週間で漢文バーンと決めるようなとか。古文は古文ダメです、やばいです、なんかもう全然ダメです。協定と戦わなきゃいけないのに。英語文は何やったのかな。古文は文法は河合の茶色い、うん、茶色っぽいやつ、動物写ってるやつ、動物写ってます、はいはい、のドリル、あ、そうです、古典文法基礎ドリル、それです、はい、茶色のって表現した人なかなかいなかったけど今まで。そう、動物のこれステップアップノート、はい、で、その後やって、はい、でも文法をやったところで、うん、読めないんですけど。まだ読めないと思います、はい、単語は単語は三読語、はい、はいはいはい、で単語文法やって読めで上で読めなくて、はい、え、どうしたらいいんでしょう。え、助詞助動詞とかはもう助詞助動詞とか、え、なんだろう、誰が喋ってるのか分かんない。そうそうそう、だからちゃんと主語をちゃんと書いていかなきゃいけないからね、うん、だからよく言うよ、主語を丸で囲めとか四角で囲めとか三角でっていう教えてる人たちがいっぱいいるのはそういうこと。わかりますよ、その気持ち。いや、そうですね、大嫌い、大嫌いですから、はい、うん、それをちゃんと印つけてって、で、尊敬、謙譲とかから判断するわけじゃないですか、うん、これ、はい、こいつ偉いなって。そうそうそう、だからこれだなとかって判断していくんですよ、じゃないと読めない、うん、だから古文文法をやらずにやったんで、ね、古文、うん、だから全く分からないまま終わりました。でも事なきを得たんですか。事なきを得た、これ慶応入ったんでないです。そもそも、あ、なるほど、はい、だからっていうことだ。古文ないです。なるほど、この漢文もありません、うん、そこには困らなかった。小論文の方がはるかに簡単だから、小論文の方はずっと楽だっていうことだったんですが、さあやんないとダメですよ、次第でも受けるわけですから。まだ次第古文の方が優しいと思う。え、そうなんですか。あ、そうなんだ。え、で、押さえとか何も受けないってこと。だって、押さえてます。あ、もうすでに入ってるからってことか。なるほど、仮面かぶってる人ですから、はい、大学生活とかやれてんですか。全然行ってないのに成績が良くてびっくりしました。ガバガバじゃんってで、リモートだからってこと。いや、リモートじゃない、リモートじゃないな、レポートだったりとかテストだったりとか、ガバガバじゃんって。まあいいよ、大学目指してないから大丈夫です。ガバガバいや、じゃあ両立ができちゃってるってことなんですね。そうですね、ガバガバなんで、はい、じゃあ古文をじゃあ攻略しなきゃいけない。古文が闇雲って感じです。闇雲はダメです、はい、ちゃんとなんかどうしたら使った、え、どっから何のやつ、なんか優しいみたいなやつをやった。優しいみたいな、優しいだけじゃ分からん、優しい古文、優しい古文、優しい親みたいな。また言うこれ、あ、それです、それ。とっても優しい古文。これだと、あーって思ったんですよ。でも共通テストの模試で受けたやつとかを振り返ると途端に訳が分からなくなる。共通テストレベル高いから。共通テストの前に次第の古文、そう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 、古文の普通の、ポラリスとかもあるし、古文。あ、そういうのは全然やってない。やってないです、ね、うん、じゃあそういうのをまずレベルを。なんで勝手に協定の方が簡単なのかなと思って。はい、いやいや、協定の読んで言ってたよ、協定がむずい。協定はむずいんだってば。なんでそれだと読解の参考書とかの方が絶対。うん、原文は。現代文は河合のと言って、うん、の青い質待って、色でしかさカバー外しちゃってるんで色しかないんですよ。アクセス、アクセスです。ーキーワード読解とかもともと持ってた、あ、そういうはので、もうので気晴らしに読んだり、気晴らしにそれで、まあ、できるように現代文、現代文そんな困らない、そもそもとかも解いてみました、現代文。ああ、なるほど、じゃあそうですね、いろいろ心のそれでどれだけ解けるのかを見ていくって感じですね。そう、果たしてどれだけできるようになったのか。え、まだ数学はじゃあ基礎問題成功しかやってない。そうですね、で、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあこう参照しながら、参照英語がルーズ1からちょっと先へ進んでください。はい、進みます、はい、であとは過去問ですね、それぞれのどれだけできるのか、うん、文法力がついたのかやってみればいいと思います、うん、
まあ今ねテストしてもいいんですけど、あとなんかお留守番しなきゃいけないっていうから、あの声優さん6時から間に合わないからって言われちゃって、声優さん届く、あの宅配が、ああ宅配が届く、誰も家にいないことになっちゃうっていう、あのどうでもいい話です声優さんって喋るこっちかと思ったの、そうそう、声優が届くっていうことで、まあ、声優のためにかい知らんし、お留守番しなきゃーっつってくれてたから、何犬でもなんか世話すんのかと思ったお留守番しなきゃなんですって言って、なんだそれと思って、はいということでした。じゃあこれが和子さんの結果でございました。はい、じゃあ頑張って引き続きやってください。はい、どうしよう、ありがとうございました。次の模試はいつ、次の模試、次の代わり申し込みまだですよ、9時、9時じゃない、時間10月の申し受けます、9時から9時から申し受けます。